と、アラスカ州会議事堂は、アメリカ合衆国アラスカ州の州とノーに立地する、同州議会の議事堂。庁舎は、フォースストリート、メインストリート、フィフスストリート、およびスワードストリートに囲まれたブロックに立地している。6階建ての鉄筋コンクリート作りの庁舎内には、アラスカ州議会の上下両院の議場のほか、州知事室及び州副知事室が置かれている。 1792年、ロシア領アラスカの最初の首都はコデヤックに置かれた。1808年に植民地の首都はニューアークエンジェルに移された。1867年にアメリカ合衆国がアラスカを購入すると、アラスカはアラスカ県として陸軍の管轄下に置かれ、ジェファーソン・シー・デイビス少将が最初の司令官に任命され、ケントが首都下に置かれた。 しかし1877年にネズパース戦争が勃発すると陸軍はアラスカから戦地へ再配置されるとアラスカ県は財務省の管轄下に置かれた。その翌々年1879年に海軍中サレスタエ A ベアーズリーが首都下に駐留地を創設すると今度はアラスカ県は海軍の管轄下に置かれた。やがて1884年連邦議会は アラスカ地区を創設し、初代総督にジョン・ヘンリー・キンケイドを任命し、首都カを地区の臨時首都とした。1900年、連邦議会は首都カに代わって地域経済の成長が著しく、重要度を増していた樹ュノに地区の首都を移す法案を可決させた。1912年にアラスカ巡州が成立すると、翌1913年、 ジュノー市内のエルクス・ロッチホールで最初のアラスカ巡州議会が開かれた。その後、1931年に最初の高級的な巡州会議児童が完成するまでアラスカ巡州議会は開催地を転々としながら行われた。連邦議会はもともと1911年にはアラスカ巡州の議事堂建設予算を承認していたが、第一次世界大戦の勃発と、 用地買収の難航により建設は遅れ、1929年になって、やっと地元住民の寄付金も得て建設が始まった。連邦、順州ビルディングと名付けられた、この庁舎は1931年2月14日に開館した。このアールデコ庁の庁舎は、ジェームズ・ウェイウェット・モアを筆頭に、財務省のお抱え建築家によって設計されたものであった。この庁舎は、 初期にはその名が示す通り連邦政府によって使われ、連邦裁判所及び郵便局が入っていた。1959年にアラスカが州に昇格した後は、この庁舎はもっぱら州政府によって使われている。アラスカが州に昇格し、州会議児童に州政府が置かれた後も、ジュノーの州都としての地位は安泰ではなかった。1960年、 アンカレッジデイリータイムズのロバート・アトウッドは、アラスカの経済中心地の近くにシュートを移すことをオス社説を表した。その結果、1960年にはクック湾岸、レールベルト地域に、また1962年にはアンカレッジから30マイル以上離れた西アラスカに、シュートを移す住民投票が行われたが、いずれも、秘訣となった。しかし、三度目の戦闘案となった。 アンカレッジ北港、マタヌスカスシトナ群内のウィローに州都を移す住民投票は1976年に通過した。しかし1978年と1982年の2度にわたって戦闘予算は否決され、州都はジュノーに止まった。退任間近となった当時の州知事、ジェイハモンドはこの州都移転問題についてついに晴れ物を ランセットで切り開くことができたと語った。その後も、1994年には、わしらにシュートを移す案が、また2002年には、衆議会を、またぬすかスシとナ軍で開く案が出たが、いずれも否決された。集会議事堂の建て替えも計画された。2004年、新庁舎のデザインをめぐって、コンテストが開かれ、カリフォルニア州サンタモニカの建築事務所モーホシスが、設計した。 ガラスと鋼鉄で作られた卵型のアトリウムを持つ案が優勝した。しかし、優勝案よりも親しみを込めた注目を集めたのは、地元アラスカ州出身の建築家、マリアン・クサトが設計したフェデラル様式とロシアの教会の建築様式を組み合わせたアメリカ合衆国、ロシア両国の伝統に裏付けられたアラスカ州の歴史を反映した案であった。しかし、 州政府によるサポートも十分に得られず、予算も不足していたため、結局、翌2005年にはすべての案が廃案となった。庁舎は6階建て、鉄筋コンクリート作りで、外壁にはレンガが張られ、1から2階にはインディアナ産のライムストーンで作られたファサードが設けられている。ポルチコはプリンス・オブ・ウェールズ島産の大理石で作られた4本の柱で支えられている。 議事堂の敷地が狭く、装飾もあまりないため、一見、ただのオフィスビルのようにも見える。また、他の多くの州の集会議事堂と異なり、アラスカ集会議事堂は屋上にドームを有していない。屋上にドームを有していない、集会議事堂は、アラスカのほか、オハイオ、オレゴン、テネシー、デラウェア、ニューメキシコ、ニューヨーク、ノースダコタ、バージニア、ハワイ、および、 ルイジアナの各州の集会議事堂である。ロビーの壁面には、陸の収穫及び、海の収穫というタイトルのついた2枚の粘土壁画が飾られており、狩りと量を表している。また、ロビーには、アラスカ先住民系の公民権運動家、エリザベス・ペラトロビッチの胸像も立っている。アラスカ州知事室1から2階は、事務室及び委員会室で占められている。3階には、 委員会室のほか、アラスカ州議会の上下両院の本会議場が置かれている。3階の壁には、初期のジ農における写真家、ロイド・ウィンター及びパーシー・ポンドの作品が展示されている。また、3階には、最初のアラスカ州選出の連邦上院議員、ボブ・バートレット及びアーネスト・グリューニングの共造も立っている。4階には、知事室及び、 副知事室が置かれている。執務室のドアはカバノキで作られており、アラスカ州の産業を表すデボリが加えられている。また、知事の廊下には、アラスカ地区時代から現在に至るまでの知事、及び副知事の肖像画が並んでいる。5階は、立法機関の事務室及び委員会室で占められている。かつて連邦裁判所が置かれていた6階には、現在は、 立法機関の予算委員会室が置かれている。議事堂敷地内の野外には1950年に連邦政府からすべての州及び準州に送られた自由の金のレプリカが置かれている。ありがとうございます。